石井遥は日本の女優、旧芸名、遥。大阪府出身、霊グローエンタテインメント所属、劇団長能力主催、東邦学園大学専攻科卒業、2002年、愛と青春の宝塚、恋よりも、生命よりも紅花ほのか、紅役で出演。このドラマで女優デビュー。このドラマは大人気を博し、後に舞台化、映画化されている。 共演者は、木村吉野、藤原紀香、中谷美紀、米倉良子、椎名吉平、雄介さんたまりや、中村徹、生瀬勝久などのメンバーで制作された。2002年以降、本格的に女優として活動を開始する。主なテレビ出演は、2002年、春ランマンで、佐々木花子役で出演。2002年、新、愛の嵐でお花役で出演。 2002年、金曜エンタテインメント、女マネージャー金子薫悲しみの事件簿一佐藤、金子役で出演。2006年、金曜エンタテインメント、山村美佐サスペンス、黒百合伝説殺人事件、檜山あゆみ役で出演。2006年、虹をかける王妃。2008年、背景トリュフォー様。テレビドラマの作り方美濃は美和役で出演。2008年、 小児9名、根本薪役で出演。2008年、白衣の天使は見た。下下病棟殺人カルテ、佐伯契約で出演。魔女裁判秘書官役で、レギュラー出演。美味しい一人酒、小川信子役で出演。映画出演は、2007年、怪談。2007年、へしこで主演。2016年、陽子で、主演舞台出演では、蜷川幸雄の舞台。 エレクトラで殺す役、同じく、荷川幸雄の演出、裸のヴィーナスで藤子役、木村孝一演出の、ブルース・トッキングの女たちで、上近一子役で出演。また、2008年5月から2010年11月まで、ラジオのレギュラー番組、石井遥かの全部のせ、で、メインパーソナリティとして出演。ここでは、番組の企画、立案も担当。また、 この番組は、ウィルコム携帯の W ラジオのネット放送局の、一つ、ハイブリッドインターネット放送局、ニューゾーン FM、ニューゾーン TV でもオンエアされた。身長160センチメートル、血液型大型。特技は競泳、タップダンス、ジャズダンス、着付け。ありがとうございます。